Đi. Chúng ta quay trở lại học sinh nhật. Chào mừng cả nhà mình đến với buổi học tối chủ nhật ngày hôm tối thứ sáu ngày hôm nay. Nay thì chào mừng Nguyễn Hương, chào mừng Nguyễn Cam, chào mừng Trần Quang Dũng, chào mừng Thu, chào mừng chị Yên Phương. Nay chúng ta bước vào đầu mùa hè, khá mùa hè rồi, nên là phía đằng sau của em hình như biển nó đang động, khá là mát mẻ. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái chủ đề. Ngày hôm qua chúng ta đi mưa nhiều lắm rồi đúng không? Hôm nay xem chúng ta sẽ học bài gì. Zoom thì nó không có thay đổi, lúc nào nó cũng đường link đó và mật mã và ID như vậy, mọi người cứ nhớ mà vào thôi. Hôm nào mà em không vào được thì em sẽ nói ai đó, em mở Zoom ra nói ai đó cầm hot cho. Yos. Kyo lokugatsu nano kakin yobi kuni o koete. Mời cả nhà mình sẵn sàng nhé, để em đọc trước này. Mika-san, こんばんは。Konbanwa. Amika-san, haerimashita ka? Arigatou gozaimasu. こんばんは。こんばんは、ミカさん。こんばんは。久しぶりです。ありがとうございます。いえいえ、今日は日本人は誰もいないんですか？います。ミカさんいます。私？他の人は？他の人はまだ来ない。まだ来ない。さあ、今日6月7日金曜日国を越えてというのテーマで、私から呼びます。はい。今年は、親日国、トルコと新日の、国。親日国、トルコとの外交関係が、樹立して、100周年に当たります。トルコとの外交関係を考える上で、100年以上前の1890年に起きたエルトールル豪遭難事件を忘れてはならないでしょう。これは、和歌山県串本沖でトルコの軍艦エルトルル号が遭難し、乗組員600名の上、うち500名以上が死亡、または行方不明となった事件です。この時に、串本町、紀伊大島の人々は全力で遭難者の救助に努め、決して裕福な生活ではありませんでしたが、食料や衣類を提供して救護に当たったのです。この事件を機に日本とトルコの友好関係が始まりました。その後も両国は互いに支え合い、助け合いながら現在に至っています。大規模な自然被害があった際も、互いが救助活動を行うなど、絆が強くなっています。仕事においても問題が
怒った場合、自分で解決できることもあれば、周囲の協力を得て解決につながることもあります。反対に、自分が人を助ける立場になる場合もあるでしょう。日ごとから互いに助け合う精神を大切にしたいものです。今日の心がけ、助け合いの精神を養いましょはい。う。ありがとうございます。加藤さん、こんばんは。よくできました。加藤さん、髪切った。加こんばん藤は。髪切りました。気づきました。さん。あ、本当だ。こんばんは。自分ふで切い。るんですか？自分では切れないですね。ありがとうございます。和じゃあ、歌山県串本町ってどこにあるかわかりますか？串間町ですね。串間町は動かないですね。わかりませんです。画わ、面共有してもらってもいいですか？わかい。地い図を見ると。てみはまい、す。どうぞ。はい。いきます。い。和歌山県串本町は、ここです。名古屋がここ。名古屋から電車で行こうとすると、ちょっと押さえるとこですね。写真は、なんか、島。で、大阪から和歌山市に行って、そこから、まあ、ここから電車走ってないです。あ、走ってた。走ってるね。パンダがたくさんいる、パンダ、すごくたくさん生まれる動物園が、あるの。で、白浜が、ここ白い砂の浜で、で、串本町はここです。いいところですね。そう。なんかね、この不思議な石おお、が海にあるんでこんす。ないい石ですか。そう。で、海がね、すっごく綺麗で、綺麗だね。沖縄の、なんか、なんて、グラスボートって言って、魚を見る船、わかります？みんな観光で乗って、ガラスがついて、海の中、スキューバダイビングしてるみたいに、海の中が見える船があるんですけど、あるか。沖縄で見るより魚が綺麗に見えるようなところです。ねえ。すごいね。すごい。温泉もすごくいいので、一回行ってみてください。わかりました。交通移動は大変ですね。交通移動は車の方がいいかもしれないですね。いいところでね、家族とかチーム3日間に、ね、2日間ぐらいいてはいいですね。2日間足りるのかな？ああ、私、埼玉だから足りないかもね。皆さんが近いから。いいところでね、ありがとうございました。今、夏中なら行けばいいでね。台風まだ来ないし。ですね。この季節が。和歌山県は本当にいいとこですよ。リアス式海岸って言ってね。海岸もね、すごく綺麗で。はい。なるほど。遠いですね、でもね。大阪の真下にあるんで、遠いです。ありがとうございます。じゃあ、続いて、加藤さん呼んでもらえますか？ありはがい、大丈夫です。はい。よろしくお願いします。6月7日、金曜日、国を越えて。今年は親日国トルコとの外交関係が樹立して
100周年にあたります。トルコとの外交関係を考える上で、100年以上前の1890年に起きたエルトゥールル号遭難事件を忘れてはならないでしょう。これは和歌山県串本沖でトルコの軍艦エルトゥールル号が遭難し、乗組員600名のうち500名以上が死亡または行方不明となった事件です。この時に串本町、紀伊大島の人々は全力で遭難者の救助に努め、決して裕福な生活ではありませんでしたが、食料や衣類を提供して救護に当たったのです。この事件を機に、日本とトルコの友好関係が始まりました。その後も両国は互いに支え合い、助け合いながら現在に至っています。大規模な自然災害があった際も、互いが救助活動を行うなど、絆が強くなっています。仕事においても問題が起こった場合、自分で解決できることもあれば、周囲の協力を得て解決につながることもあります。反対に自分が人を助ける立場になる場合もあるでしょう。日頃から互いに助け合う精神を大切にしたいものです。今日の心がけ、助け合いの精神を養いましょう。ありがとうございました。素晴らしい。拍手を。ありがとうございます。ありがとうございました。次、ai muốn đọc tiếp theo nào? À, Quang Dũng với Em lại chia làm đôi đi hả hả luôn, chia làm đôi mỗi người đọc một nửa tôi, mỗi người một đọc nữa nhé. hả? Em xin phép đọc được không ạ? Xin mời bạn Nguyễn Hương với lại bạn Nguyễn Hương đọc một nửa đầu đi. Dạ. Tới tới đoạn là tới đoạn nào nhỉ? Tới đoạn mà nát Atata nô đệt nhé. Ok. Tắt tắt luôn đấy. Sau đó thì Vâng. đến chị Yên Phương. Dạ. 6月7日金曜日、国を越えて、今年は新二国トルコと、との合外関係が樹立して100周年にあたります。トルコとの外交関係を考える上で、100年以上前の1890年に超えたエルトゥールル号遭難事件を忘れてはならないでしょう。これは和歌山県串本沖でトルコの軍艦エルトゥールル号が遭難し、乗組員600名のうち500名以上が死亡、または行方不明となった事件です。この時に、串本町、紀伊大島の人々は、全力で遭難者の救助に努め、決して裕福な生活ではありませんでしたが、食料や衣類を提供して救護に当たったのです。はい。はい、tiếp theo, xin mời chị Yên Phương. はい、この事件を機に日本とトルコの友好関係が始まりました。その後も両国は互いに支え合い、助け合いながら現在に至っています。大規模な自然災害があった際も、互いが
救助活動を行うなど、絆が強くなっています。仕事においても、問題が起こった場合、自分で解決できることもあれば、周囲の協力を得て、解決につながることもあります。反対に、自分が人を助ける立場になる場合もあるでしょう。日頃から、互いに助け合う精神を大切にしたいものです。今日の心がけ、助け合いの精神を養いましょう。はい、ありがとうございます。Biết ơn chị Yên Phương và Nguyễn Hương. Bây giờ tiếp theo hai người tiếp theo đọc xin mời. Trước trước khi người tiếp theo đọc xin mời Mika-san の一回全部読んでもらえますか? あ、わかりました。ちょっと扉を閉めます。Cả nhà mình lắng nghe chị ấy đọc giọng nữ nhá. Bắt chước theo giọng nữ. Cái gì kèn này chị không biết đâu. Chào Phương Trần, hai mẹ con đang đùa nghịch với nhau. Em chào cả nhà. Chào Toàn. Hello Toàn chuẩn bị đọc. Toàn. Em ăn cái đã xong em vào đọc sau nhé. Ôi giời, từ từ hãy ăn Anh chứ. đọc 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 trước vậy anh Đồ đang dộ. đang 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 giữa chừng. Mika-san đồ dộ. 国を越えて、今年は親日国トルコとの外交関係が樹立して100周年にあたります。トルコとの外交関係を考える上で、100年以上前の1890年に起きたエルトゥールル号遭難事件を忘れてはならないでしょう。これは、和歌山県串本沖でトルコの軍艦エルトゥールル号が遭難し、乗組員600名のうち500名以上が死亡、または行方不明となった事件です。この時に串本町、紀伊大島の人々は全力で遭難者の救助に努め、決して裕福な生活ではありませんでしたが、食料や衣類を提供して救護に当たったのです。この事件を機に、日本とトルコの友好関係が始まりました。その後も両国は互いに支え合い、助け合いながら現在に至っています。大規模な自然災害があった際も、互いが救助活動を行うなど、絆が強くなっています。仕事においても、問題が起こった場合、自分で解決できることもあれば、周囲の協力を得て解決につながることもあります。反対に自分が人を助ける立場になる場合もあるでしょう。日頃から互いに助け合う精神を大切にしたいものです。今日の心がけ、助け合いの精神を養いましょありがとうございます。いいですね。拍手。う。ありがとうございます。どうぞ。次、あれ、ゾンさんとカムさんと、じゃあ、トゥーさん半分と、フーンちゃん。了フーンちゃん。解。あ、他叫老这里。フーンちゃんだ、这边。em á, ai á? Ai đọc Em trước ạ? em Chị đọc không một biết. nửa đi, em đọc một nửa đi. Em là em nào? Đọc, đọc Chị tới đọc trước ạ? Atata no đệt đi. Anh ơi, tại vì cả em cùng cả em với bạn cùng nói thì lại anh bảo em là em nào? Em Phượng Trần đọc trước đi. Ok. Vâng, thì em đọc ạ. Kunio Kho Khoe Te. Vậy. Chị cứ xem ơn. Vâng, vâng.
今年は親日国トルコとの大国関係が樹立して8周年に、トルコとの外交関係を考える上で100年以上前の1890年に起きたエルル誤送難事件を忘れてはならないでしょう。これは和歌山県串本沖でトルコの軍艦エルトルル号が遭難し、乗組員800名のうち500名以上が死亡または行方不明となった事件です。この時は串本町、紀伊大島の人々は占領区で避難者の重複な生活ではありませんでしたが、すし。食料や衣類を提供して救護に当たったのはでい、す。OK, ありがとうございます。đây dừng lại, tiếp theo thôi. Thank you em. 救護に当たったのです。この実験の機に日本とトルコの友好関係が始まりました。その後も両国の互いに支え合い、助け合いながら現在に至っています。大規模な自然災害が当たった際にも、くれ。Sorry, sorry, sorry. でてなおいた。とやすいにゃ。Sorry, sorry. 大規模な自然災害が当たった際も、互いが救助活動を行うなど、絆が強くなっています。仕事においても問題が起こった場合、自分で解決できることもあれば、周囲の協力を得て解決につながることもあります。反対に自分の人を助ける立場になる場合もあるでしょう。日頃から互いに助け合う精神を大切にしたいものです。今日の心がけ、助け合いの精神を養いましょありがとうごう。ざいます。ね、à, chú ý Toàn, Tô Dũng, Tô Cam có hiện hồn ở đang hiện hình ở đấy không? Nếu mà có hiện hình thì phối hợp cho ba người, mỗi người đọc đoạn ngắn. Rồi, ok, Toàn đọc trước nhỉ. Dũng có đấy không? Cam có đó. Mọi người đọc hay quá này, mọi người cho em kham nhận đọc, em mới vào đây mới đọc tập đọc cùng chữ nhật á, mọi người Rồi, kham nhận xíu rồi cho em đọc toàn bộ đi. anh. Hãy はじめます. 6月7日金曜日、国を越えて、今年は親日国トルコとの外交関係が樹立して100年に当たります。トルコとの外交関係を考える上で、100年以上前の、1890年に起きたエルトルル号、号証難事件
を忘れてはならないでしょう。ならないでしょう。これは和歌山県串本沖でトルコの軍艦エルトールル号が湘南市この乗組員600名のうち500名以上が死亡または行方不明となった事件です。この時に串本町、紀伊大島の人々は全力で湘南社の救助に努め、決して裕福な生活ではありませんでしたが、食料や衣類を提供して救護にあたったのです。この事件を機に日本とトルコの友好関係が始まりました。その後も両国は互いに支え合い、助け合いながら、現在に至っています。大規模な、自然被害があった際も、互いが救助活動を行うなど、絆が強くなっています。仕事においても問題が起こった場合、自分で駆けつけできることもあれば、解決でできることもあれば、周囲の協力を得て解決につながることもあります。反対に自分が人を助ける立場になる場合もあるでしょう。日頃から互いに助け合い、精神を大切にしたいものです。今日のの心がけ。心がけ、助け合いの精神を養いましょう。みんあなりありががととうございます。頑張ってるね。うございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日新しいフンさん、またフンの名前でね、入ってます。じゃあ、新しいのフンさん、どうぞ。全部読んでくれませんか。はじめまして、フォンと申します。はい、これからもよろしくお願いいたします。
ちょっと見づらいんですけど、ごめんなさい。これ、まあ、ちょっと調整しますね。你早上？Em có thể xuyên ngang được không nhỉ? Hay chỉ giảm một thôi mình? Em muốn làm nào cho nó rõ, em nhìn được là nhìn. Đó, ok ạ. 国を越えて、今年は、あ、なんかちょっと見づらい。ごめんなさい。ちょっとごめんなさいね。なんかあんまり見えないです。今年は、新日国、トルトとの、なんか、あんまりよく見えない。外交関係、外交関係見えないか。横の、なんか、はっきり見えないですけどね。外交関係が、樹立して、100周年に与えます。トルトと、の外交関係を考える上で、100年以上前の10、1、189、1990、18、1890。1890年に、起きたルトルド 構想なんかな、構想な事件を忘れてはならないしまう。忘れないでしょう。これは、ちいかわ山県、くし、まあ、これちょっと見えづらいですね。くし、どこ見えちゃった？ごめんなさい。ちょっとまたどこ見えちゃった？あれ？どこ見えちゃった？また、あった。福島と起きて、トルコの、軍艦かな？軍艦に合ってます。軍艦。はい、します。軍艦、エルトルル号が遭難し、乗組員かな？乗組員、は、八、八、八百、600名のうち、600名以上が死亡、または、これ、行方かな？行方不明となった事件です。この時、串本町、沖縄の人々は全力で遭難者の救助に、努め、決して裕福な生活ではありませんでしたが、食料や衣類を提供して、救護かな？救護に当たったのです。この事件を機に、日本とトルコの、友好関係がはじ、はじめ、始まりました。その後、両国は互いに、助け合いながら、現在に至っています。大規模な、自然災害があった際も、互いが救助活動を行うなど、これ、絆かな？絆が強くなっています。仕事においても問題が起こった場合、自分で解決できることもあれば、周囲の、協力を得た解決につながう、
につながる、つな、ん?つながることもあります。反対に自分が人を助ける場合に、なる場合もあるでしょう。日頃から、互いに助けて合う、精神を大切にしたいものです。今日の心がけ、助け合いの神聖を、素晴ら養しい。いましょう。拍手をありがとうございま拍した。手どを。ん すみません、ちょっとあんまり目が悪くて、あんまり見えないですけど。声がいいよね、美しい。プンさんの声は大好き。大好ありき。がとうございます。ニコニコね。いいですね。じゃあ、あプンりちがゃん、とうごさ、ざいます、プンちてるゃん。かね。はい。サイさん。もう何回も参加した？いや、今日初初めめてでてす。ですね。本当に？私も久しぶりに参加した。本当ですか？嬉しい。この本は、あれですか？なんだっけ？倫理法人会の？そう、職場の教養。そうですね。すごいですね。ランさん、素晴らしいですね、この会話。ね、すごい。フンさん、素晴らしいでね。ありがとうございいい。ました。で、今日の心がけ、助け合いの神聖を養いましょう。nghĩa là hôm nay cái điều mà chúng ta cần lưu ý là cái sự mà giúp đỡ, cái tinh thần giúp đỡ của người khác ấy. Chúng ta luôn luôn giữ cái tinh thần giúp đỡ cho người khác. Đó thì kyo no jikan desu node, shukudai, uchi de minna, 言葉の意味はここに書いてある、ランプンさん、お、すごい。翻訳しまったで、みんな、気になったら見てください。あと、自分で、うちで、自分で翻訳して、また明日、初めて、時間に、この一回に全部、意味理解します。今日、ここまで、次は、みんな、30秒自己紹介しましょう。いいですか？今日ですか？今日ですね、毎日30秒自己紹介の練習しますので、はい。いいですね。じゃあ、まず、加藤さんから、お願いします。皆さんこんばんは。は自己紹介させていただきます。私は、1971年、8月9日生まれ、今年で53歳になります。若い。ありがとうございます。仕事はですね、美容師、ヘアスタイルの、髪を切ったり、ヘアカラーしたり、パーマをかけたり、髪の毛だけではなくて、美と健康を、追求しております。まあ、美容師っていうとね、髪型とかヘアスタイルばかり、そっちの印象が多いんですけど、まあ、そうではなくて、体が元気になったり、免疫力を上げることもやっております。よろしくお願いします。以上です。お願いします。じゃあ次は、バンさん、自己紹介お願いします。Ủa anh lừa đây, sau lưng của anh là em nào đấy? Trời, đã nhìn ngắm em sao? Vào sau, chưa lý giải Hey. bộ. Toàn sản đô dộ, đi cô số Hey. cả. Minna san, こんばんは。Cảm ơn ạ. Mama. Toàn と申します。今は32歳。若い。仕若い。事。ありがとうございます。今は仕事は農業です。ベトナム野菜を作っています。日本で。どうかな？神奈川県に住んでいます。何かな？
それだけがない もっと、もっと日本語を練習したいと思いますから、ここに、毎日探しましょう。はい。ありがとうございます。素晴らしいです。あ、とてもいいですよね。発音がすごく綺麗だなと思いました。はい。ありがとうございます。どんどん上手になってますね。ねえ。パンさんは英語の方が上手でね、英語で留学してきました。英語で日本で勉強、日本大学で勉強しましたから。はい、はい、次は、トウゴロンへ、新米トウ。Nguyễn Hương và Phương Sally và Cam Dũng có đó không? Ở với Cam lên ạ. はい、みなさんこんばんは。こんばん私は。は、まあ、トゥと言いますが、今年は20歳です。なんだ、若い。はい。1993年で生まれ、今年は、まあ、20歳です。いや、永遠二十歳です。で、まあ、永遠二十歳です。なんかスナックの人みたいね。どこで習ったの？で、まあ、今、ベトナムに住んでいます。まあ、何年前かな？ 6 年か、8年前は、まあ、日本に来て、3年ぐらい日本にいたんですけど、今はベトナムに帰りました。今、日系会社で働いています。はい、以上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次、フンこんサばリーどうぞ、フンサリー。んは。はい、こんばんは。こんこんばんばんは。は。私は、くんと申します。今まで日本で6年間ぐらい住んでます。ただいま、愛知県名古屋市で家族と一緒に住んでいます。学校が大好きので、だから英語と日本語を今一緒に勉強します。もっと素晴仕事らしい。したいので、今、時間があれば、日本語をもっと、勉強して、まあ練習したいと思います。皆さん、いい仕事があれば、紹介してもらってもいいですか？ よろしくお願ぜいひ。します。ありがとうございます。すごくスピードが速く滑るんですね。ありがとうございます。長い時間、あんまり、話してないから、ちょっと忘れてしたけど、まあ、今からもっと、話して喋ってるので、多分、もっと、いい日本語が喋れる。まあ。でもすごく上手で、日本人の早口の人みたいに、すごく早く喋れますね。ありがとうございます。と思います。だから、ホテルとか、の仕事を今いいで探すしたいね。と思います。もっと、はい、日本語とか英語とかも、喋れるから、はい。そうです。今、だけやったんですけど、やってますけど、まあ、正社員ぐらい、行きたいと思います。転職、はい。皆さん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。すぐ見つかると思う。プンさんね、現在子供、ベトナム子供に英語を勉強、教えていますで、うちとオンラインでね。素晴らしい。素晴らしい。tiếp theo、次、xin mời chị Yên Phương、Nguyễn Hương và Nguyễn Cam、Quang Dũng chuẩn bị. こんばんは。こんこんばばんは。んは。年が痛くないんですけど、二十歳です。私も二十歳です。若い。今、主婦なんですけど、
主婦なんですけど、いろいろな、勉強が好きから、いろいろなことが勉強してて、ある勉強の、なんていうの？ピタゴラス、ご存知ですか？皆さん。ピタゴラスの、ピタゴラス様は、数値と、お名前と生年月日、関連があり、人の性格とか、わかるように。でも、日本語をどうやって説明わからないけど、英語は多分、ナンバロジーとか、ナンバーって数字ですよ。数字ですよね。ナンバロジーの、勉強しましたんですよ。なので、例えば今、加藤さんの名前は加藤、いつも、名字は何ですか？ちょっと字が小さいから、どうあ、見ますか？加藤うですね。今ちょっと。加藤うーさん。そう、加藤、そうですね。加は藤い。うーさん。加藤う。はい。うーですね。はい。加藤は名字ですね。だから皆さんよく加藤さんと呼んでるから、加藤ってローマン字になると、A と O になるので、プラスに、7、数値に比べ、7になるので、7持ってる人が、まあ大体疑問が多い人ですよ。疑問が本当ですか？ 質問が、疑問が多いから、よく、ほう。納得するまでにしないと、あんまり、なんていうの？説得できない。ちょっとわがままであるかもしれないけど、でも、本当に全部わからないと納得いかないから。で、あと、生年月日も見て、その人はどんな人とか、わかるようになります。それ、すごい興味があるから、はそれはぜひ、誰か、皆さんの中に、見たい場合は言ってください。私、見れるから。占いじゃないんですよ。おお、占いじゃないんだ。面占いで白い。はないです。はい。よろしくお願いします。よろしくおお願い願いしします。ます。多いですね。tiếp theo Hương và Cam và Quang Dũng có ở đó không? Chugi wa kyo hajimete sanka してる今日の一緒Hương にさん。ライブ中に聞こえちゃん。ポンちゃん、だ。待ってる。結構チョコいがん。ちょくちょく聞いてないぞ。あ、みんな、まず写真撮りますから、ハート出してくれないか？いいね。写真撮ります。ポンちゃん、固まっちゃった。どこ行くの？あ、いなくなっちゃった。なくなっちゃったか。じゃあ、もう一回。なくなっちゃった。ゃあ、次は、ゾンさん、自己紹介をお願いします。ちや、イエンフンさん、ありがとう、またね。ゾンさん、どうぞ。はじめまして。私はズンです。日本の名前は、ケゾシケンリュウと申します。よし、ケンリュウ。ケンジ君。はい、ケンリュウです。ケンリュウ。はい。はい。です。今年35歳です。
若い。はい。ありがとうございます。はい。愛知の幸田町に住んでいます。お、仕事は上司中機械です。上司中機械。1年半間、日本に住んでいます。長い時間、日本に住みたいです。日本語で皆さんと話したいです。もっと話したいです。上手、日本語が上手になりたいです。日本語が難しいですか？面白いです。漢字好きです。日本の生活習慣とか、いろいろなものを面白い勉強したいです。私は子供が二人です。はい。毎日みんなと話して嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ルさん。じゃあ次、沖縄、ウィンフンさん、どうぞ。はい、みなさん、こんばんは。こんばんは。はい、プンと申します。今、私は、1987年生まれ、私も20歳です。よろしくお願いします。お願いします。現在は沖縄に住んでいて、家族は4人で、はい、夫と子供2人がいます。0歳赤ちゃんがいます。今、育休中なんですが、まあ、日本語はもっともっと勉強したいのため、今のズームに参加させていただきましたのなんですが、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、最後、私、清志健信と申します。お休んでいます。美容関係、美容健康関係、仕事をやっています。みんな、健康とか、美容関係の、何か、あれは、どうぞ、自由で、と合わせしてもいいです。受けてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日は勉強をここまで終わりです。ありがとうございます。みんなお疲れ様でした。また明日よろしくお願いします。さようなら。ありがとうございます。さようなら。